オメガカーブは、名阪国道の天理東インターチェンジから、福住インターチェンジにかけて続く、急カーブ、急勾配の連続区間を指す通称であり、名称は、地図や上空写真を見ると形状が、キリシア文字のオームに似ていることに由来する。当該区間の線形要素における、最大値は、以下の通りである。名阪国道は一部の区間を除いて、 最高速度が時速 60km に指定されているが、道路自体が高規格であり、大半の車が時速 80km 以上で巡航しているのが現状である。しかし、同区間においては、並行する、名神高速道路や新名神高速道路よりも、東名阪自動車道、名阪国道西名阪自動車道経由の方が、安上がりで通行できることを理由とした、 交通量の多さ、そして何よりも急カーブ、急勾配という理由から、自己防止のため速度規制に忠実に走行せざるを得ない状況である。このため昼夜問わず混雑していることが多く、渋滞が頻発している。なお、名阪国道の大部分は構造規格第一種第三級であるのに対して、同区間は第一種第四級である。また、 最小曲率半径 R イコール150メートルは道路構造例の設計速度時速60キロメートルの下限である。名阪国道の中で最も死亡事故が多発する場所であり、特に下り車線での事故が多い。カーブ外側のガードコンクリートブロックには速度超過が原因と思われる接触し、削り取られた跡が多数存在している。ハットなら、 国事業紹介名範国道2017年7月7日、確認がサービスエリアさつき橋インターチェンジ及び、福住インターチェンジ付近、河野口インターチェンジ付近は、時速70キロメートル。かつて開通から20年程度、福住インターチェンジ天理東インターチェンジの一部区間の、下り線は延々下り坂が続くこともあり、当初は、時速50キロメートルに設定されていた。 道路構造例について、国土交通省、2017年4月4日閲覧、特集、事故多発、名阪国道を向かう、毎日放送、2017年5月6日閲覧、ありがとうございます。